久保さんいやまだ暗いなちょガ街灯で頑張ってます <laughs> まあ今回ねな何しましょうかナチュナルっていう最近ですねほんと朝早いっすよね早すぎてるなんかなんでおじいちゃんになったのかなやっぱなんかねあの早いんですよ朝がでもねあの まあ冬はねちょっとあれだったんですけど最近その朝まあこれどれぐらい結構続いてるんですけどいつぐらいからかな朝早く朝方になったのがまあちょっと冬が散歩できなかったんですけど今ねあの気持ちいいんですよこの時間帯は涼しくていや日が上がってないですからねだから日が上がるか上がらないかっていうあのー 時間う散歩するのが、ね、T シャツでこうちょうどいい感じの散歩できるんでこの、ね、昔までは僕は夜型だみたいなね夜がネットビジネスマンは夜だみたいに言ってたんですけどねうん今はね朝ですねそう そうまあでもなんかナチュ、まあ、今回ね何にしようかな「ナチュラルのな」みたいな「自然」っていうでもなんかね自然に戻ったっていう感じですかね、まあ、太陽が沈んだら寝る太陽が上がったら起きる <laughs> 地球のこの <laughs> 逆らわずねあのー、なんだうん生活してるみたいな感じですね で,なんですか、ね、あのー、まあこの情報発信ですか、まあ、僕もいろいろやってきましたけどやっぱそのナチュラルというか自然自然が一番いいですよね要はなんかまあ久保さんも言ってましたし、まあ、僕もそれはずっと感じるんでまあ結構言うんですけどやっぱそのいなくなるじゃないですかいな,いなくは多分死んではいないと思うんですよ 多分生きてると思うんですけど、まあそのねメールも来なくなるし、ね、動画もアップロードされなくなるし、何やってんのか何やってないのか分かんなくなるし、だけど生きてると思うんですよ。僕と久保さんってこれも自然の状態でこう発信ができるんでね、そそう <laughs> まあなんかその生活の一部ですよね。多分久保さんもライブ配信するとか動画撮るとか、生活のもう一部になってると思うんですよ。 なんか空気を吸うごとく、まあ、動画を撮ってるっていうだからまあ続かないっていうことが、まあ、僕ね一回ね考えたことがあるんですよやっぱまああの借金返済してる時とかうんまあ僕はまあ返済するというね動機ありましたんでまあそれ頑張ってたりとかしてたんですけどでもあのもし自分に銀行自分の銀行口座に ね、イーロン・マスクみたいなお金が何,、まあ、何百億円とかあったらこれ発信できんのかなみたいなね、まあ、もしくはその5億円、まあ、僕は一,応一応5億円っていうのは設定してるんですけど、まあ、そういうお金がゲン玉としてあったら発信できんのかなと思ったんですけど多分ね今さすがにねできますね多分なんかもう自然になったんでだからお金があろうがなかろうがお金が稼げ まあ僕はまあ一応、ね、これで飯食ってる部分もあるんで、ままあ、稼がないといけないっていうのはあるんだけどもなんだろうな仮に多分お金がもうあり余ってたとしても多分この億万長者合宿はまあ100%多分僕は続くと思うんですね、うん、でそれは久保さんがいるからっていうのもあるんだけども、うん、だから億万長者合宿は久保さんにこうね動画をやってますけど 多分、多分できますね、おそらく。お金があっても。うん、だから自然が一番いいと思いますね。自然、なんかその、やることが自然みたいな感じですね。行動することが当たり前みたいな。でもみんなね、早く起きようが、遅く起きようが、ね、寝るっていう行動するだろうし。 空気を吸うっていう行動をするだろうし、何かしら行動してるじゃないですか。だから別にまあすごいことじゃないんですけどね。自然体ですかね。ナチナチュラルにこうできるといいと思いますね。でもそのナチュラルにやってる人のところにやっぱ人は来るなっていう。 やっぱ結局その都会で働いてても、まああのね、ゴールデンウィークとか夏休みとか,なんかその温泉行ったりとか自然のとこに、ね、行ってみたり旅行行ったりとかするじゃないですかやっぱ久保さんが、まあ、言ってましたけど自然から生まれた生命は自然から生まれたから自然を見ると癒されるみたいなだからこう発信するのがこう自然っていうのはやっぱいいんじゃないですか結局 自然なまあみんなではないですけどねもうまあ一部の人ですけれどもうん少なくてもね誰も来なかったら僕飯食えないですからねまあ久保さんもそうですけどね久保さんもそうだと思うんですけどうんまあこんなこうまあ他の YouTuber の人と違ってね ちょっと違うじゃないですか発信の仕方がうーんだけど再生数久保さんも再生数まあまあないですよね多分直近の動画とかはほとんど再生数ないんじゃないですかねどうですか久保さんチャンネル登録1万何千人あるけど直近の動画50回ってないんじゃないですかまあそのキーワード次第の部分ありますけどそれでも商品売れるわけじゃないですか <laughs> すごいですよね <laughs> もう多分ねまあ直近ですよ直近の動画の、まあ、僕も久保さんの動画全部見てるわけじゃないですけど多分直近の動画の再生数もしかしたら僕の方が高いかもしれないですねでもチャンネル登録は僕の2倍3倍あるわけじゃないですか、うん、まあだから久保さんはまあ息切ってるなと思いますけどね <laughs> <laughs> 僕やっぱ僕の上ですよねまあそれは僕はそのね表に出たのは久保さんより 遅いですからね久保さんの方がまが先輩っちゃ先輩ですからその発信に関してはでも久保さんはまあなんだまあ隠居っていうなんかも神ですよね <laughs> <laughs> まあ僕もそのうち久保さんみたいにな,な,なるように頑張りたいと思います、まあ、今後ね、まあ、あの新しいこともまたやってきますし、うんまあ、投資もやっていかないといけないんで うん、はいということで今回は「な」ですねはいいやまだまだ開けないですね多分ね今5時ぐらいだと思うんですけどおそらく5時で 5, 5時ぐらいだと思います、ねはい、終わります